3点を追いかけます。パワフル攻撃に入ります。トップバッターは吉村、今日は三振と。ヒット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 、うお、ファインプレー、これでうまい。あのあたり、もしどちらかというとショートが取るんじゃない、あれは。さあ、ただ根本ヒット、根本ヒット。やっぱり守備うまいな、やっぱさすが格上チームは。格上チームはやっぱり守備が違うよね。うん、じゃあダイソー、ダイソーは殿崎。第3球はもう一塁へ牽制球を送ります。第4球を投げました。よし、さあ出たぞ。さあ、レフト前ヒットになった。一塁ランナー二塁を回った。うん、二塁三塁にした。よし、ツーベースヒット。さあ今日これで4打数の生かしたい。バッターは守備から出場の岡本。ショートは代わりに出てるんだよ、それとも満塁策を取るか。うん、岡本でじゃあ。第2球投げた、ストライク。第3球、危ねえ、早いわ。岡本 VS 岡本なんだ。あ、これ名シーンかも。岡本 VS 岡本でヒット、すごいな。岡本 VS 岡本だったのか。岡本から岡本が振った。バッターは3番大橋、今日はここまで3打数1安打で、岡本足も速いんだよね。第9投げた、まだ勝てるかもよ、勝てるかも。第2球打った、どうだ。よし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 、ボールは中継。うん、これいけるかもしれない。第9投げた、ストレートによってストライク。サークまで行ってみる。もう一度ミートがあるバッターの方がいいから。4番代打のサーク。ほら、あー、まあまあ早い、やっぱ真ん中でも。あー、これ完全に、うん、完全に打たされた。森本に今日は期待したい、パンチよくあるから。初球ファールから第2球、ほら、よし、よし、さあ走れ、もう一人、よし、これでかい。ナイスバッティング、森本は今日は大活躍ですね。今日大活躍。岡本、先ほどヒットを放っている石原、第9投げました。チェンジアップはボール。第2球投げました、危ない球。投球は3球目投げました、ほら、よし、でかすぎる。これは石原ホームラン、いい展開持ってったな。持ってる。ババもホームラン狙ってもいいよ。ほら、まあセンター返しか。大石からで。打者一巡したバッターは吉村。第9投げた。打ちました。初球打ち。センターへ持っていった。センター取ってアウト。スリーアウトチェンジ。さあ、8回の裏が終わり。8対5。さあ。バッターは代打岡崎。岡崎。ピッチャーは誰でいくかね。岡村で行ってみる。岡村で大丈夫か、任して。さあ、岡村投手。第9変化球ストライク、アウトローへ。まあの、まあ、いいよ、逃げ球でうまく抑えてくれ。よし、いいよ。岡村ナイスピッチ。バッターは2番竹内。うん、いいんじゃない。悪くないよ、悪くない。これで追い込みました。一球外したボール。投げた、ボール。さあ5球目。よし、うん、うまい。2者連続三振。第9決まった、ストライク。まずは入れてきました。投げた、アウトコース低め、外れてボール。投げました、シュート見送ってストライク。さあ、いよいよ
まあさすがに、お、よし、捉えられたけどアウトにした。岡村ナイスピッチング。いや、よく勝った。まあ森本デーだったな。いや、すげえ森本。うん、森本3打点聞きました。あと石原のホームラン、よかった。ちょっとこれ厳しいかなと思ったけどね、金子のピッチング見てると。うん、6軍勝ちました。4対3 4軍対1軍1軍、7対1解消。やっぱ1軍勝ってるか。うん、2軍対14軍はお14軍青葉が、うん、守りきったという試合。さあ3軍戦、重要な試合になってきますね。DH なしの先行、名古屋ドーム。相手はバーリスが絶好調。さあ勝てるかな。まあこっちもエースの白、白なでいきますよ。まあ、エース級の、まあ、まず白菜が抑えてくれることが重要になってきますね。さあパーリスから絶好調だからな。投げました、打ちました、追い込んでから投げました、もう外角へ投げました。うわ、いいとこ。見逃し三振。第9投げました。打った、流し打ち。ファール。第2球投げた。もう。第3球を投げた。打ちました。ライト前に出る。これでスリーアウトになります。これチャンス食っても点数が取れない気がするんだよね。チャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で川上、最初のバッターボックスはフォアボール。第2球投げた、低め、ツーシームは外れてボール。投げた、高めストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、空振り。いや、いい球、変化球にやられました。バッターは2番、まあこういう時こそ松岡が投げました、ね、危ない球。まだ眠ってる感じするから松岡の球は。流し打ち、どうだ、ちょっと打ってほしいね。第3球を投げました。どうだ。あっと右中間、どうだ。よし、うん。ここで打ってくれた、ちゃんと松岡が。パーフルズ先制。1対0。松岡タイムリーツーベースヒット。さあ追加点のチャンスにバッター大橋、第9投げました。おら。打ちました、これはいい当たり。打球はそのまま飛びた。おーし、よし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 、うん。ちょっと弾道めっちゃ低め、ライナーっぽかったけどね。よーし、すごい、もうライナーみたいなホームランだった。ギリギリなんとかこう力で入れたみたいな。パーフル追加点のチャンスです。白がいいよ、4回までいい感じだから。第2球投げました。まあ打てとは言わないけどね、まあ、ここはどう、まあ第3球を投げた、お、白田ヒット、いいね、バッティングの方でも。いいじゃない。パーフルズ、なおもチャンスが。ツーアウトランナー、二塁三塁となりまして、川上、今日はフォアボール。ほら、よし。初球を打ちました。ヒットになります。センターバックホーム。よし。うん、これは攻略と言ってもいいんじゃないでしょうか。第9、フォーク決まってストライク、投げた、決まってストライク。第3球を投げた、よし。ランナー1人を置いて迎えるバッターは岡田。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第3球を投げた、インロー空振り、少し迷ったか、打った、飛びついた。岡田ナイスバッティングです。パーフルズ、なおもピンチが続きます。打ちました、引っ掛けた、レフト前に出る。ランナーそれぞれ一塁三塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。
初球空振り、1球目空振りから第2球低めボール球打った、当たり損ない、川上一塁キャンバス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。パワフル追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で馬場、今日はセカンドライナーと三振。さあ次の投球打ちました、セカンド前方のフライになりました、セカンドが落下点に入りました、取ってこれでスリーアウトチェンジ。パワフル、ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。まあ展開としてはいいね。松岡投げた、ボール第2球投げました、打ちました、第3球打ちました、ショートの頭上フラフラっと上がっている小川、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは3番大橋、今日はツーランホームランを打っています。投げました、初球を打った、センター前ヒット、クリーンヒットです。大橋いいバッティングを見せました。バッターは4番浜田、タッチはセーフ。第1球初球から打ってった、フラフラッと上がった山下、まああとは繋いでいけばいいんじゃないかな。投手第1球投げました、打ちました、まあバッティングの方はある程度、まあできれば 10点まで行きたいけどね、打てないんだったらしょうがない。投げました、打った、ファール、第2球打ちました、ファールボール、第3球を投げました、外れた、ボール、第4球は打った、左中間へ持っていきましたが取りました、これで3アウト、まあ、止まってはいるな。7回の裏パワフルラッキーセブンの攻撃、白菜はまあいけるとこまで投げてほしい。レフ打ちました、ショート左、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番山下、初球でも L よりは全然投手陣いいな、12分よりは。まあ投手陣の安定感は上かもしれない。スピードはなくてもやっぱり変化球の量が多いからね、球種でなんとかなってる感はある。うん、みんな打ち上げてくれるもん。レフト掴みました、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第1球投げた、1球目ストレート空振り、第2球投げた、打った流し打ち、レフトの左、危ない、第3球を投げた、危ない球、投球スライダーがめっちゃ曲がるもんね。投げた、打った、1、2塁間の当たり、あ、惜しい。で、しかも抜け散ったよ。山下2塁回って3塁へ、長谷川ツーベースヒットを放ちました。ピンチ、本当でも長谷川にはよく打たれる。ピンチヒッター横田、第1球見送ってストライク、投げました、よし、ただまあ後続はしっかり打ち取っていいでしょう。先ほど栗原、八回の表パワフル攻撃に入ります。トップバッターは馬場、アウトコース高め、外れてボール、第2球空振り、投げました、打ちました、ファールグラウンドで取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは8番吉村、第9投げました、シンカーはボール、まずはインコース、第2球投げました、よし、打ちました、いい当たり、うん、センター前ヒット、クリーンヒットです。吉村ナイスバッティングです。バッターはピッチャー、まだ行くしろな。第9投げました、インハイ、ストレートは外れてボール、8、9回はじゃあ違う投手で行くかな。打ちました、じゃあ板山、代打は板山、第3球を投げた、真ん中ストライク、バッター追い込まれました。第4球はストレートはもう、次は5球目、よし、打ちました、ちょっとレフト取りました、飛びすぎたな。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第1球投げた、初球を打った、三遊間ライナー破っていった、川上いいバッティング、
第9位投げた。もうまずは外角低め。第2球投げた。打った。投球はこれから3球目。ほら、あその根元、これは内野フライ。掴んでこれで3。さあ押されてます。さあ残り2回、中西投手、さあ頑張って。パーフィルス、この回1番からの高打順になります。先頭バッターは中島、投げた。2球目空振り、これで追い込みました。投げました。よし、いいぞ。中西見事なピッチングです。右バッターボックスは前田。第2球ストレート見送ってストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。第4球を投げました。打ちました。飛びついた。惜しい。小川、今日4度目のバッターボックス。第2球投げました。2球目ストライク。おや、よし、はい、見逃し三振。中西見事なピッチングです。左バッターボックスは4番、初球打ち引っ張った。危ね危ね危ね。第2球シュートはボール、外角低め。あら、打った。これはいい当たりだ。うわ、よく当てたな。うまい、これうまいね。ここまで3打数ノーヒット。投げました。ストライク。追い込んで第3球を。よし。低めいっぱい、見逃し三振。なんとか勝てるか、3点差。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは大橋、今日2打点を挙げています。初球スライダー空振り。第2球投げました。あっと、バットの先だ。当たり損ない。小川ボールを掴んだ。ショートから1塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番浜田、今日はここまで4打数ノーヒット。浜田もね、初戦は好調、5打数5安打とかだったけど、まあ後輩になるにつれてそんなに打たなくなってきたな。やっぱり第3球を投げた。今日はノーヒットです。次が4球目投げた。外、スライダーは外れてボール。第5球投げた。スライダー、ただフォアボール選びました。バッターは5番森本。第9球初球から打ってった。アルボー。さあ次の投球、低めのボール引っ掛けた。山下取った。2塁フォースアウト、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9球、なんかやられてんなみたいに、やっぱ緩急だね。初球空振りから外角低め、外れてボール。第3球を投げました。打った。さあ1、2塁。この回入れるかどうかも結構重要になってきそうだけど、ダメか。取ってこれで3アウトチェンジ。さあ3点差、どうでしょう。先頭バッターは山下、今日はここまで3打数1安打。追い込んでから第3球を内角、惜しい。シュートは外れてボール。投げました。打った。当たりだ。出ました、先頭バッター。さあどうなる。山下ナイスバッティングです。右バッターボックスは7番、中西。どうしよう。中西でいく。投球これから2球目、インローを見送ってストライク。案外岡村の方がいいかもかな。サワンだったら、センター前クリーンヒット。やばいな。長谷川がよく打つイメージが。よし、ほいほい、足速いからね長谷川。なんとかツーアウトした。じゃあもう中西でいこう。おや、よし、よかったわ。しっかり抑え切ったね。7回1ってのは知るな、やっぱすごいわ。球種が豊富だからなかなか打てないんだろうね、相手もね。だって3回までノーヒットで抑えてるからすごいよ。はい、リーグ優勝できるかもな。できるかも。1軍との一騎打ちになるな。1軍対13軍、この試合が全てになりそう。さあ1軍に勝てるかどうかだな。
4軍が上がっています。さあ1軍との試合、これが全てですね。1軍に勝てるとは思えないけどな。じゃあ野球マン2号先発でリーグ戦前半、まあ2号を、山中天野。さあ野球マンがどれだけ抑えるかが勝負だね、1軍戦。いやそれ次第だと思う。さあ1軍のエースは佐藤、佐藤との初球ストライク。試合になります。見送ってストライク。早くも追い込まれています。追い込んで第3球を打ちました。ファール。次は4球目投げました。よし打ちました。ボールはライナーです。さあ行くか。バックホーム間に合うかどうか。あ、危ねえ、危ねえ。さすがに肩はいいからな、一軍の守備陣。佐藤が好調。ほら、さすがに追いつくか。これでスリーアウト。一回がし。いいよいいよいいよ。あーノーアウト1、3塁はきちいな。クリステッドムーン。さあクリステッドムーンでなんとかかわしていきたいが、あーまあこれはいかれるわ。うん、抑えてんのに。今日は安打を放っています。バッターの山本、スライダー見送ってストライク。投げた、決まってストライク。合計は3球目。投げた、打った、ファールボール。投げた、打ちました。うーん、おー、あー、消した。二塁ランナーそのままホームへ向かった。パーフルズ勝ち越しを許した。取れたなー、クリステッドムーン。しっかり投げ切ったのにな。なおもピンチが続きます。クリステッドムーン投げたのになんかドライブかかったぞ、ボールの軌道。今日の第1打席はスイングアウト。投げた、打ちました。第3球を投げた、打ちました。センターへの打球、センター落ちた。ヒットになります。吉田ナイスバッティングです。パーフルズ。なおバッターは7番伊藤。野球マン2号初球を打ちました。あー抜けた。でなんとかこの辺で食い止めないともう一方的になっちゃうからな。リプレイをワンアウトランナー一塁二塁となりまして、田中初球を打った。レフト前に出るヒット。レフトからサードへ。田中いいバッティングを見せました。パーフルズ。なおもピンチが続きます。内角低めいっぱいストライク。これで追い込みました。内角低めいっぱい見逃した。いやでもここまでにしとかないと。よしよし。4回の表。いやー3点、3点いてえな。スイングアウトの三振に倒れています。投げました。外のボール球だった。三遊間のゴロ。一塁送球。まあ送りにはなった。なおもチャンスが続きます。バッターは DH の根本。ショートバウンドボールを取った。やられた。ここは守備に阻まれました。スリーアウト。やっぱりなんだかの佐藤すごいな。やっぱここは踏ん張りどころ。ツーアウトランナー二塁という場面で山本投げました。クレッセントムーン見送ってストライク。投げました。打った。ショートバウンド一塁へ送る。まあまとめたでしょう。まあ、まとめてはいるんだけどやっぱりこっちが打てない全然。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは小林。ちょっと原樹里投手試してみる。パープル第9投げました。ストレートはもうまずは、まあ1イニングでいいから投げました。抑えてくれ。投球は3球目。投げた。ボール。次は4球目。投げた。打ちました。よし、いいじゃない。岸原掴んだ。一塁送球。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは2番加藤。これが4度目のバッターボックス。1球目空振りから第2球。投げた。真ん中に送ってストライク。もう追い込んでいます。投げた。打った。ファール。第4球を投げた。うん、いいよいいよ。空振り三振。バッターは3番渡辺。投げました。初球打って出た。まあまあ
これしょうがない。渡辺ナイスバッティングです。バッターは4番中村、今日4度目のバッターボックス。いいじゃない、まとめ抑えた抑えた。3アウトチェンジ。一軍打線を1回も失点を OK、 いいよ。ラッキーセブンの攻撃、先頭バッターは馬場。ただ佐藤が打てない全然。やっぱりさすが一軍のエースらしいピッチングしてきたね、してきてんね。左バッターボックスは8番吉村、今日は三振とサードゴロ。さすがですわ。第2球投げました、決まってストライク。早いしね、ちゃんとコントロールよく投げ分けてくるし、ちょっとなかなか打たせてもらえないね。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9インコース低め、ここで代打岡本。バッターは代打岡本。第2球見送って早い、うん、まれました。第3球なかなかね、そのバットが出ないというかね。さあでも繋いだ、お、こいつは珍しいな。こう一軍の守備陣がこいつは珍しい。よしよし、さあ、うん、いいぞ。さあここで川上松岡あたりが打ってくれると、勝ち目の流れがよし変わりつつある、変わりつつある。いいぞ、今日ノーヒットのこのメンバーたちが打ってくれると、よし、うん、ついに佐藤を攻略しだしたぞ。さあ熊谷か、熊谷の方がでも自分の相性的に悪いね。打てない、打てなかったイメージ。よしよし、うん、同点。1点でもいいから勝ち越そう。森本頼む、フライでもいいから。スライダーはなんとか打たんように。第3球を投げた、これは引っ掛けた、スタンドに入りました。ファール。次は4球目投げた、4球目空振り。追い込んでから第5球、うーん、いやいや、ここで三振は。リプレイをご覧ください。そう、やっぱ熊谷の方が打てないんだな、正直。ここまで2打席連続三振。おし、おお、来た来た。スタンドへ高く込んだ、初球を完璧に捉えました。パンフルズ勝ち越し、8対4。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。うん、 でかいでかい。ここで打者一巡したバッターは馬場。決めたな、優勝。投げた、初球引っ張った、打球はレフトの左へ、さがざまる。バッターは8番吉村、これが4度目のバッターボックス。投げました、初球空振り。さあ次の投球、危ない球。第3球ジャストミート。よしよし、うん、ついに繋がりだした。パンフルズさらに1点追加、9対4。13軍まさか優勝か。先ほどヒットを放っている岡本、第9投げました、まさかの優勝になりそうだね、これ。1球目ファールから打った、ライトへ上がった、ライト下がった、掴んで、これで3アウトになります。